こじゃない。ちょっと誰か教えてよ。サム、どうしたの？そこら中に箱飛ばしちゃって。誕生パーティーに誘われたんだ。で、プレゼント用意して。何をあげるの？お菓子。でもちゃんとした箱がないんだ。そしたら箱をいくつか作って選ぶってのはどう？それじゃすぐやろう。やあみんな、今日は折り紙で箱を作るよ。最初はアイスキャンディ。アイスキャンディ？アイスキャンディ作るのになんで紙がいるの？落ち着いてよ。箱は紙で作るんだから、見てればすぐわかる。そういえば誰の誕生日なの？おっしゃ、キビダバの大昔からの友達なんだ。私も会ってみたいな。何歳の人？お名前は？まったくもう、工作してるのか質問してるのか。サム、何してるのかな？それプレゼントなんじゃん。もっと見なかったことにして、毒味だから。ところで手伝わせて。ありがとう、それは助かるよ。やったー。ここをこんな風に折る。ねえ、同じものを作れる？悪いけど忙しくて。ケーキ。まったくもう、こうなるって分かってた。スー、作るのはお菓子の入れ物で船じゃないよ。まったく慌てんぼうさん、待ってれば分かるんだってば。それが入れ物になるとは思えないな。見てて、ワン、ツー、スリー、じゃーん。小さい入れ物、これだけでも綺麗だけど、もっと良くするよ。わーい、中に物が入れられる。ダメダメ、物を入れるのは後で。ところで、パーティーはいつやる予定なの？いいよ、教えてあげるけど内緒って約束。お菓子とクッキーに誓って、絶対漏らしません。絶対に。夜にやるんだ。4月の34日に。サム、4月は30日しかないよ。何か間違えてない？まあでも見てごらん、紙のアイスキャンディーができた。わーすー、それ欲しい。でもこれだと中身が落ちちゃうよ。だからもう一つ折り紙で折るの。これはあなたも手伝って。下書きとくれば僕にお任せ。こんな風、もう一本。さあ、完成だ。僕が一番上手だね。そしたらここにもうちょっとだけ足すよ。それじゃ魔法の時間、それ。わあ、みんな見てよ、これ何かに見えない？僕ももう一つ。よし、出来上がり。サム、ここに何を書こうかな。猫はどうかな。テビダバの友達は猫好きだよ。その猫は僕が書いてあげようと。ああ、ごめんサム、先にやっちゃった。上からイチゴ模様も、それ。可愛くなったね。うわー、すごい。お菓子のケースとしては今までで一番だよ。そうだと思う。ほら、こんなに可愛いよ。ねえ、それは何？もっと作った。一つでも全部でも選んでいいよ。わー、嬉しいな。アイスキャンディーでブーケを作るんだ。さて、サムがお菓子全部食べちゃう前に次のを作るよ。今度は食べられないモチーフ、腕時計。すぅ、どうしよう、お菓子が盗まれた。ネズミたちかな。ラタトゥイユを作ってくれてて、デザートのつもりなのかも。冗談言ってる場合？盗まれたんだよ、なくなっちゃったんだ。落ち着いて、うっかり袋破いただけでしょ。このケースの出来上がりを見てほしいな。わかった、取っちゃダメってメモ書いとこ。飾りはどうしようかな。あ、すー、任せてよ。オッケー、お願い。あ、やった。はい、どうぞすー。わー、これ新しいアップルウォッチ、すんごくいいじゃない。ちょっとすーに渡すやつじゃない、悪いけど返して。落ち着いて、プレゼントでしょ。そう。でも困ったな、どっちか選べないや。お次はケーキを作るよ。サム、手伝ってね。いいよ、僕の腕前を見せてや
紙を1枚用意して真似してね。1回目でうまくいくようによーく見て。すぐ覚えちゃった。ほんと簡単だ。サム、作るのはケーキ、帽子じゃないよ。気に入ったし、これでも入るからいいんじゃないの。気に入ったって、お友達の誕生日でしょ。まあでも、僕はお菓子の味にはうるさいからさ。あなたは今までで一番ずる賢いスライムね。喋れるスライムも僕だけでしょ。まったくしょうがないな、もう。サム、作業に集中しようよ。ねえ、ケーキ作ってる間に飛行機作ったよ。飛ばしちゃう。ダメダメ、辛抱強く折ったり開いたりだよ。こうやって折り目をつけて最後にケーキにするんだよ。でもいつケーキになるかくらい教えてほしいな。いいよ、私が作ってるのは蓋、そっちが箱、これを合わせるの。そういうことか、2つ合わせるとケーキになるんだね。じゃあサムはちょっと休んでて、ここからはそれぞれ違うから。うへー、ちょっと休憩。箱を作るってほんと大変だな。うん、そんなに疲れるなら次回は買おうかな。ちょっとちょっと、それじゃあダメだよ、そんなこと言うだなんてさ。冗談だよサム、私たちならお店よりいい箱が作れる。うん、びっくりした、本当にそう思ってるかと。じゃあ話題を変えよう。パーティーのメニューは何なの。そりゃお菓子でしょ、ケーキ、クッキー、アイスクリームでお菓子。そっか、さて蓋ができた、あなたが作った箱は。はい、どうぞ。頑張ったよ。ああ、さすがね。というわけで完成。うん、だけどまだ普通だね、もうちょっと良くしよう。それ、これでオッケー。キャンドルも立ててあげようよ。そうだね、この方がいい。それからもう2つケーキができたよ。なんてこった、すごいね、1つだけ選ぶなんてできないよ。サム、パーティーまでまだ時間ある。でもお菓子がないや。でもさっきまで袋いっぱいあったじゃない。だからさ、ネズミの仕業、全部食べられたの。そうとは思えないけど、誰の仕業かな。本当に一体何のことやら。世界で一番甘いもの好きな子じゃないかな。ちぇ、バレたか。でもあれ美味しかったんだもん。知ってるよ。でもそれなら何を持ってくつもり？何か考えは？スーのお菓子をくれたらクロースさんも喜ぶかもね。私がお菓子持ってるの見てた？で、クロースさんってサンタクロース？そう、見てたよ。それにサンタクロースで合ってる。チビ玉の絶対内緒だよ。わかった、内緒にする。プレゼントもらえるかも。お菓子分けてくれたら口利きしてあげてもいいよ、つまみ食いしないから。それじゃあ、場所は知ってるでしょ？とっといで、ほら。ありがとう、ありがとう、やっぱ大親友だ。私もこれで終わり。じゃあ、命を吹き込もう。それ、お菓子の入る、かわいい袋ちゃん。サム、気に入った？わあ、とってもすごい。僕も作ったものあるよ。これでどうかな。わあ、とってもかわいい。それからもう一つ。それじゃ、作った箱を全部見てみよう。さて、今日作ったのはアイスキャンディー型の箱、モダンな腕時計型、食べたくなっちゃうケーキ型、そしてミルクカートン型。どれもすごくいいけど、お菓子はまだなの？そのことばっかりね。よ。だから全部をいっぱいにしようよ。
どれだけあっても足りないわけね。すん、僕らの箱は最高。私も気に入った。みんなもこういう動画をもっと見たい？高評価お願いね。バイバイ。